あ、キリト君、探してたんだよ。うん、今大丈夫かな。ちょっと教えてもらおうと思って。ソードスキルのことだったらキリト君が詳しいでしょ。そんなことないよ。ここじゃキリト君が頼りなんだから。うん、わかった。じゃああそこの小さいのを狙うね。この辺りの敵はレベルが低いもん。お兄ちゃんだってこのぐらいできるでしょ。そんな風に言われると照れちゃうよ。ありがとう。練習してある程度思い通りに動けるようにはなったんだけどね、まだ体の動きがついてこない時があって、自分の体じゃないみたいな違和感っていうのかな。そういうところは剣道と同じかな。確かに効率とか重要だよね。それも考えてみたんだけど、片手剣スキルって剣道の型から外れたスキルが多いみたいなんだよね。だから剣道の方に悪影響が出そうなスキルはなるべく選ばないようにしてるんだ。ごめんねお兄ちゃん、せっかく私のためにいろいろ考えてくれたのに。なんでそんなこと言うの？私は自分の意志でここに来たんだよ。お兄ちゃんに会いたくて会いたくて、どうしても会いたいから来たの。そんな風に謝られたら、来なければよかったのにって言われてるみたいじゃない。お兄ちゃんを心配しちゃいけなかった。
私の大事なお兄ちゃんに会いに来ちゃダメだった。お母さんにも友達にもすごく心配かけてると思う。そこは本気で反省してるけど、それでもお兄ちゃんには謝らないでほしい。私はここでお兄ちゃんに会えて本当に嬉しいんだから。お兄ちゃん後ろ向いて。早く。一緒に帰ってくれるんだよね。みんなで現実へ戻れるんだよね。ありがとうお兄ちゃん。私信じてるよ、必ず SAO をクリアしてくれるって。私との約束を守ってくれるって。お兄ちゃんの手あったかいな。これが現実じゃないなんて思えない。感じている体温や感触は作り物でも、この気持ちは本物なんだよね。何？途中でやめないでよ。気になるでしょ？ちゃんと言って。何が？なんでそういうこと言うの？お兄ちゃんのエッチ！お兄ちゃん、足早いんだから。小さい頃はよくこうやって手をつないで帰ってたよね。誰も見てないんだからいいじゃない、久しぶりだしね。ダメ？ありがとうお兄ちゃん。キリト？
お疲れ様、キリト。あれ？やっぱりってことは、私のいたずらバレちゃってた？もう少しだったんだけどね。でも、あと一歩だったってことは、キリトすごく成長したんだと思うよ。実はこの近くにとっても美味しい串焼き屋さんがあってね、それをキリトに紹介しようと思って。ダメだった？気に入ってもらえて嬉しいな。今度はアスナたちも一緒にみんなで行こうよ。エギルのお店のレギュラーメニューになったら嬉しいな。アスナに作ってもらえばいいじゃん。あ、そっか。今日はありがとね。付き合ってもらっちゃって。うんうん、お礼をしなくちゃいけないのは私の方だよ。実はね、最初に隠れて移動してる時、キリトがついてきてくれるか不安だったんだ。気づかないんじゃないか、気づいたとしてもそのまま行っちゃうんじゃないかってね。そう、それがね、すっごく嬉しかったんだよ。私に楽しい時間を過ごさせてくれたお礼をね。キリト、お礼がいらないならご褒美にしよっかな。隠れてる私を見失わずに追いかけてこられたご褒美、ほっぺをスリスリ。
冗談なんかじゃないよ。でば慌てちゃって可愛かったな。次のご褒美はキリトがもう少し追いかけっこが上手になった時だね。ご褒美にしよっかな。お楽しみに。キリト、どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。ねえ、キリト君。今日、これから時間ある？たまには散歩でもしない？キリト君ずっと忙しかったでしょ？じゃあ決まりね。そうだね、きっとみんな攻略に行っているんだよ。うんうん、疲れをためすぎたらかえって非効率だと思う。ちゃんと休んでリフレッシュしよう。もうせっかく来たんだからお昼寝の前に公園を一周しようよ。ねえ見て、キリト君、ほらあそこ綺麗な噴水。ねえキリト君、あそこで水遊びしない？今なら他に人もいないし、ちょっとくらいふざけたって大丈夫だよ。いいからいいから。
さすがキリト君だね。今の不意打ちを避けるなんて。でもこれならどう？スペシャルソードスキル、スタースプラッシュ。黒の剣士様が避けられなかったんだから、ただの水鉄砲じゃないんじゃない？ふっふーん、かかってきなさい、閃光のアスナの。負けないんだから。そうだね、少し休憩しようか。キリト君ったら、最後の方本気だったでしょ。大人げないな。それどういう意味？でもそれって私たちが似た者同士ってことかな。確かに私もはしゃぎすぎてたから言いにくかったのかもしれないけど、そういう大事なことは。なんで笑うの？じゃあ、はい。私の手、しっかり握って。じゃあ、帰ろっか。ゆいちゃん起きているだろうし。パパとママで水遊びに行ったんですか？私も一緒に行きたかったです。ごめんね、ゆいちゃん。
起こしてくれればよかったんです。今度は一緒に行こうね、ゆいちゃん。それなら指切りしてください。いいわよ。じゃあパパも一緒にね。当たり前でしょ、ちゃんと約束しなきゃね、ゆいちゃん。もちろんです。It's a human effigy.